パパイヤの取り木刺し木の仕方ですがまあこのようなパパイヤの幹がある程度太くなったものですね太くなったといって でもこれは一年生なんですですがそれのこの地際から数十センチ上のところで取り木を仕掛けようと思ったらまずですねこの幹に目の細かい ノコギリとか、ナイフとかカッターなどで、一方から刻み目を入れます。下の方からと上の方からでこう口が開いているような感じになっていますよね。それで、ここから発根させたいんですが、 この空いた口が、もしこれが下がってきたりして、また癒着するといけないので、ここに、板切れとか棒のようなものをこう、差し込んで、まあ噛ませるという感じですね。 これは私が食べたアイスのバーですね。<laughs> それを二つにカットして二枚今ここに噛ませたんです。こうすれば戻ってきてここが癒着して傷が癒えるというようなことを避けることができますよね。そうしてここに土をあてがいたいわけなんですね。根を 受け止める土ですね東南アジアの人たちはプラスチックのコップなんかを利用したりあるいは単にビニールに土をのっけてそのビニールでくるんだ土をここにあてがうというようなやり方が多いんですが私としてはなるべくプラスチック 食製品はですね、使いたくないもんですから、このような不織布で作った育苗袋に土を入れておいて、そうして、あとハサミでここを一方をカットしていって、カットしたところをここにあてがう。ま,あ、まだカットしてませんが、 こういうものをここに当てがってですね、あとは紐でくくると。紐で、まあ、くくりつけるというやり方をしています。これは、撮影しながら、一人で撮影しながら紐でくくるのは、まあ、不可能に近いので、 一旦ここで撮影を中止して、これをくくった状態の後にまた撮影してみましょう。このように不織布、腐食布育病袋に土を入れて、それを紐で幹にくくりつけて、カットしたのはこちら側ですから、 こちらじゃなく反対側ですからこの右側ですねそこから根が出てこの不織布育苗袋の土の方に根が伸びてここからカットした上が。 ある程度、まあ、ほんのちょっと残してある緑葉を保ったまま発根して、その根がですね、その下の方で私がカットした時に別なポットあるいは土に植えて活着しやすいようにするわけですね。こうしないで、ただ、 幹をカットして水や土に挿した場合にでも発根はするんですがちょっと発根の仕方が少ないですからそれをポットや地植えしても後で根回りの 茎が腐ってくる場合が多くてなかなか成功しないんですね。それで取り木の後、下をカットして刺し木みたいにするという方が無難なんですね。上の方は別に開けておいてもですね、構わないし、ここからこの土が乾いたら水をですね、やることもできますし、 とにかくカットされた上の方から根が十分に出てくれることが鮮血要件ですからそれだけを狙ってあとは同じようにですねやっていけばいいわけです。そして まあ大株になってきたものはですねあちこちで同様に取り木し木苗を作れますから自分で欲しい分だけ増やしていけばいいわけなんですよね石垣サンゴ、パパイヤこれは石垣サンゴですな。かかなか 美味しいパパイヤですのでそして無施肥栽培しますと嫌味が全然ありませんから私にとってはドアフナンはとともにまあ大切な果樹なんですねこちらはベニテングですので つぼみは全部取り除いて、石垣さんをパパヤと交雑しないように冬の間、挿し木用の取り木を成功させて、そうして来年4月5月にですね、この下の方で、ちょっと下の方でカットして、それからポット植えするなり、 自由へするなりして、その年のうちにフルーツパパイヤを収穫して食べるということを狙っているんですね。まあ、ベニテンはですね、青パパイヤとしても利用できますから、 一年勝負で、一年生苗を買って一年勝負で、まあ、例えば4月中旬から5月初旬ぐらいにかけて一年生苗を植えて、あとは、その年のうちに11月ぐらいに青パパイヤを収穫するという利用の仕方もいいんですが、まあ、私としては、 青パパイヤなら他のウ治類で間に合いますのでなるべくフルーツパパイヤにして食べたいと思って石垣産後の他にこのベニテングもですね来年フルーツパパイヤを収穫するためにこんな取木刺し木苗を 作っているところなんですね。